エステティシャンの友達に頼まれて、眉毛などを彫るタトゥーマシーンを海外サイトで購入しました。パワーサプライはなく普通のアダプターでした。この万年筆のようなのがタトゥーマシーンです。プラケースにはプラスチックのチップが入っていました。穴の大きさから見ると1トンライナー用だと思います。専用のニードルやチップも数種類購入しましたが、かなり細いですよね。セッティングは簡単で、マシーンにニードルを差し込み、チップをはめるだけでした。この指輪のようなものを利き手ではない方の手の人差し指にはめて、そこにインクを入れてつけながら彫るようです。音から考えてパワーが弱いし、ニードルの細さから考えると、掘るときはそんなに痛くないと思います。許可をもらったので1トン装着してみます。まずニードルをマシーンに差し込みます。そしてチップを差し込むだけです。チップをはめるときはニードルの針先を潰さないように注意してください。眉毛を彫るときはベタ彫りではなく、毛の流れを作って彫った方が自然な眉毛に見えるそうです。毎日眉毛を描くのが面倒くさいという人は眉毛タトゥーを入れてみると良いかもしれませんよ。ほくろが欲しい人にも良いと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。